tried to fight it hard, tried to hold。皆さんこんにちは、クリアラです。ハワイに引っ越してきてちょうどね、もう5日ぐらいかな。ちょっとね、いろんな家具とかもう入れたり、車やったり、もうドッタバタなんですけど、ちょっと今日1日のビログを撮っていきたいと思います。なんで今日まずはお昼ご飯今から食べるんで、まあ、アラモアナセンターの地下のフードコートで僕のめちゃくちゃ好きなポケ丼があるので、ちょっと今日それ、最初紹介します。あのアラモアナセンター、多分みんなめっちゃ来ると思うんで、もうね、まあポケ丼美味しいとこいっぱいあるんだけど、一番なんかみんなが来る機会があって、僕がもうめちゃくちゃ美味しいなと思うのはここです。ポケ&ボックス、ここね、めちゃくちゃ美味しいんで、ちょっとね、これを買って、まずね、今日ちょっとマットレス届くんで、すぐ家帰らないといけないから、持ち帰りでちょっと家で食べます。なんでまずは買いに行きます。なんかこれは全部入れられる。秋サーモン、タコ。今、これから家でさっき買ったポケ丼食べます。なんでとりあえず一回家帰ります。で、今日ね、ちょっとね、この後マットレス来るんで、いろいろちょっとそろそろ家が揃い始めてきたので、で、ね、昨日ちょっとね、車を買いに行ったんですよ。まあ下調べとか全然してなかったから、まあ本当家の近くの適当にある車屋さんを回ってたんだけど、まあ1軒目全然いいのなくて、2軒目回ったとこでめちゃくちゃいい車がありまして、即決で決めました。車を即決で買うという、一括で。クレジットのね、アメリカってクレジットカードのヒストリーって言うんだっけ、が必要で、まあそれがないとローンって基本的に組めないよね。レコードだっけ、レコードなんかそういうのあんだよね、クレジットカード、クレジットカード今まで使った履歴っていうのが、それで判断されるみたいなローンを。で、僕らはまあちょっとクレジット、アメリカのクレジットカードまだ持ってないから、まあもちろんヒストリー残ってないし、何も履歴がね。なんでローン組めないっていうのは最初から分かってたんですけど、今回ね、たまたま1軒目行ったところは、クレジットカードを、使えても5000ドルまでっすだよね。うん。だからそれだと全然ね、現金、まだこっちあんまそんないっぱい持ってきてないんで。左方向です。どうしてもね、クレジットカードで買いたかったから、でもそこもう全然いい車もないし、クレジットカードも5000ドルまでしか使えないって言われて、そしたら次行ったところがめちゃくちゃいい車あるし、しかもほぼほぼクレジットで払えたよね。そう、だからなんか頭金を一応デビットで、デビットカードね、アメリカはすぐ現金が引かれるやつで、頭金をちょっと払って、で残りは全部クレジットでいいって言われて、同じこう中古車なんですけど、中古車販売なのにそんなに違うんだっていうね。えジャス、うん、入ってもう気に入った車があって、あ、大きいやつが欲しかったからね、子供2人目生まれるし、まあハワイなんでね、SUV の特に大きいやつがいいなと思ってて、でもう本当にドンピシャの車があって、しかも安い、めちゃくちゃ安かったよね。安かった。だから、あ、これぐらいだったらいいなっていう思ってた金額、事前にね、を下回ってきたから、だいぶ下手したら1万ドルぐらい下回ってない、うん、だよね。なんでもう即決入って、まあ5分ぐらい、あれ5分ぐらいで即決です。でもう、はい、これ買うって言って、 I wanna buy it、 もうそれだけ、もうすぐ入って5分です。ランプに進む。で、カード、はい、一括、ポイって。いやいや、安いのよ、でも。ちょっとね、なんで、今度、僕の車、まだね、これ今、レンタカーなんで、今度取りに行くんで、その時にちょっと車を、じゃあ、何買ったのか、ちょっと紹介したいと思います。で、まあ、やっぱハワイだし、アメリカでね、やっぱり大きい車乗りたいっていうのがあったんで、ぜひね、ちょっとそっちも楽しみにしてください。
どうですか、はい、まあこんな感じ最高ですでね、あの家具もね、もうちょっと入ってきててちょっとね、ソファーとかベイちゃん寝てますけどこれはね、もうあれなんだよな、ね、日本にいるときにブラックフライデーで買ったんで、これ買ったらこれがついてる。だからこれただ、これね、あの普通に買ったら多分めっちゃ高いんだけど、ブラックフライデーってなんか年に一度のあるじゃん。で、あれでもう先に買っといて、で配送日をこれだけ引っ越した後にしてたから、もうめっちゃ安い。車もめっちゃ安い。でこれもめっちゃ安い。でいいものをめっちゃ安く買ってます。でね、これなんかコーヒーテーブルなんかストーンでできてるのかな、なんかジャスが気に入ったから買ったんだけど、で床のこのマットもこれは特注で買いました。なんか色がすごい気に入ったんでみたいな感じですね。でまあ全体的にまあ物まだねちょっと散らかってはいるんだけど、あんまり物をこう置かない。でテレビも買って、テレビも買いました買いました。これめっちゃでかいね、75インチ。はい、じゃあこれ、はい、これコストコで買いました。いくらだと思います、皆さん、コストコ。これね、いくらだっけな、確かね500ドルぐらい。だからめっちゃ安いよ、なのにめっちゃいいテレビっていう。素晴らしい、いいもの安くでできてます。 OK、 じゃあちょっとご飯食べます。さっき買ったアラモアナセンターのアヒポケ、これね美味しいんですよ。これがミディアムで、ラージっていうのもあるんだけど、ラージだと選べる、そのアヒとかなんかそういうメインの食材が3つ選べて、ミディアムだと2つ選べる。でここの俺が美味しいな、好きなところは、まあ、アヒポケは、まあ、ハワイだったら多分美味しいところいっぱい他にもあるんだけど、あのね、このトッピング系、これね、たくあんとキムチ絶対入れて、あと1個はなんかこういうの適当に入れるんだけど、このトッピング3つ入れられて、こういうのがね、なんかね全体的にすごいいいの、合うのよ。だから俺はここがめちゃくちゃ好きです。じゃあいただきます。うん、うまい。これはアヒサーモンに、マイルドスパイシーってなんかこっちで言うちょっとマヨネーズっぽいスパイシーのやつと、で俺のおすすめはタコ、個人的に。でタコにポン酢にしてます。でキムチ、たくあん、トッピング。なんでこれでめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひあのアラモナセンター多分みんなハワイ来たら行くと思うんで、これおすすめです。本当に美味しいし、で量多いからね。でこれで16ドルぐらい、まあ円で考えるとまあちょっと高いけど、まあまあでもいいんじゃないですかね、うん、届きました。 Thank you. Yeah, yeah. Perfect. そう、必ず運んだら、いつもね運んだら写真を撮ってね、多分会社に見せるさ。Okay, we're gonna have a sign. Thank you. Okay. Yeah, well done. Thank you. Right. You're welcome. We should have. We should have. Yo, okay. これ荷物めっちゃあるんだけど、まあ、こういう感じで、キング。これカリフォルニアキング、普通の普通のキングサイズの、マットレスです。でまだね、ちょっとベッドの本体が買ってないんで、これからそれは買うんだけど、一応キングサイズ。おお、すごい、やっとこれで寝れる。ずっとね、エアーマットってなんか空気をわー入れてこう空気で膨らますベッドで寝てたんだけど、あれさ、ちょっとね最悪ですね、あれ3人で寝てるとこんな端で倒れそうになるからOK、これでマットレス完了。OK、じゃあこの後ね、ちょっとココヘッド行って、カメラマンやってるクワちゃんがちょっと登ったことないんで、ちょっとココヘッド登らせようかなって。あ、めっちゃきついよ。でも歩いて登れば多分大丈夫だと思う。
でも俺は最初トレーニングだからちょっと走って登って、でそれ休んでっていうのを繰り返すから、この後ちょっとここヘッド買いました。すごいでしょ、豆から。日本にいた時はさ、こうアイスコーヒーを飲みまくってたのね。で、ちょっとこっち来たらね、そんなしょっちゅう外に行けないんで、自分たちで作ろうってなって、まあジャスも俺もコーヒーめっちゃ好きだから、なんでいいやつを買いました。まあ全然詳しくないし、全然作り方とか何も分かってないんだけど。一応ね、多分知ってる人はめっちゃ知ってるんだと思う、有名なやつ。ちょっと誰か作り方、そうこれね、今作り方誰か教えてほしくて、全然わかんないのよ。でアイスアメリカーノ作るから、まあ氷水にエスプレッソを入れます。なんで作り方とか俺の悩みをちょっと聞いて、わかる人ぜひ教えてください。まずこれ簡単なんだけど、エスプレッソをタッチします。でそうこれをね16秒で11、うん、アラサは変えてない、変えてない、 OK。 じゃあねこれも教えてほしい、誰かコーヒー詳しい人いないから。まずじゃあで粉が出てきます。結構たっぷり出る。でこれをですね、ちゃんとなんつんだっけ、これこちゃん知ってる？知らないですギュッてすんだよ。でこれもなんか強く押した方がいいのか、どれぐらいこうやるのかがちょっといまいちよく分かってなくて、分かってる人教えてください。でもどれぐらいの力を入れてるのかって、そして俺ぐらい力があるのかっていう問題もあるけどね。 OK、 じゃあセッティングして、もうこれで押すだけです。でそうするとこれね、教えてほしいのが、最初濃いんだけど全部教えてほしい。そう、全部教えてほしいのよこう5秒経ちました、6、7、そう7秒ぐらい出てきた、ちょっと早いんだよね。でこれ最初濃いんだけど、まだ濃いね、まだ濃い。で今15秒経ってちょっと薄くなってきて、でもう20秒ぐらいになるとこんだけ薄くなっちゃうのよ。でエスプレッソなのにそもそも結構量が出てるんだよね。で一応これダブルで30秒で自動で出すようになってるんだけど、でこれで完成で、ちょっとね移し替えて、まあ、こんな感じアイスアメリカンできました。ってことで簡単にね、豆から、ちゃんとした豆から美味しいコーヒーが作れると。僕ら栗原夫婦なんですけど、形から完全入ります。なんでお互いにコーヒー全くめっちゃ好きなんだけど、コーヒー全く詳しくないです、作り方とかなのに。これね15万ぐらいするわけよテレビいくらでしたっけ？テレビだったら500ドルぐらいだから、まあ、7万ぐらいじゃんだから倍じゃんだから、まあでも毎日飲むから、俺らこれを毎日飲む人なんで、まあジャス妊娠中なんで飲まないですけど、1杯ぐらいしか。僕はもう1日3杯ぐらい飲むんで、だったら外で買うより高いのを買った方が、だってさ、アメリカのスタバ高いじゃん、ね、まあスタバに限らずね、アメリカの外で買うとやっぱどうしても高いんで、だったらこういうの買いましょうっていうので買いました。でもね、味はね、うん、美味しいのよ。味はね、ちゃんと美味しいのよ、アイスのアメリカの、うん、なんだけど、悩み、そのエスプレッソが結構15秒、20秒ぐらいの時にもうだいぶ薄いのが出てきてるんだけど、それが正解なのか分からない、調べてもよく分からない。であとエスプレッソの出てくる量がそもそも多い。エスプレッソって普通少しじゃん、なんかね多いのよ、いっぱい出てくるのよ。これどうやって
コントロールすればいいんでしょうか。ぜひ教えてください。よっしゃ、ここへっていこう。着きました。きついね。行きますか。じゃあクワちゃんはあの自分のペースで、俺はちょっと走っていくわ。了解です。見て、あそこまではさ急じゃないでしょ。そうですね、急に急になるでしょ。確かに。で、あの境目に丸太があるのよ、はい、階段じゃなくて丸太だから、落ちたらあれだからね。まあ落ちないとは思うけど怖っ。怖いっす。その境目があって急坂になるから。OK です。 OK、 じゃあ行くわ。よっしゃい。走ってきて、今日は歩くのもきつい。きついっす。地味なんか、うわやばい。いや実はね、あのデートだとも4日前ぐらい登ってるから慣れたかなと思ったけど慣れない。いや今きついっす。どう？でもそっちって結構限界ですね。でももう3分の2ぐらい終わってるから。あ、本当ですか。もう距離頑張ります。そいっす。やばいな。こっちの上ですか。そう、一応ね、階段はいて、まああの上行ったら景色綺麗なところがあるから、ちょっと行ってね、ちょっと行って帰ろうが。わかりました。だいたい僕らがだから、まあ、20分ちょいなんで、多分普通にこちゃん歩いて多分25分ぐらいだから、ずっと歩いて、まあ、25分から30分ぐらいで多分登れると思うんで。でね、途中ね、あの穴あったりとか、危ない、丸太の、はい、ちょっと高所恐怖症の人はねちょっと気をつけないと怖いんで。でね、これあのココヘッドのランは結構アスリートもみんなやってて、僕が見た中だと、Jリーガーがめっちゃ速いです。サッカー選手、大体12分とかで、要は最初からジョグでゴールまで行けるっていうのが大体 10分12分くらいで終わる人たちだから、それはまたやっぱ異次元だね。やっぱりサッカーってその競技性が多分やっぱ走りとか、ずっと動きっぱなしのスポーツは多分こういうの強いと思うから、じゃあ僕みたいなね、あの人とか瞬発系の種目の人は多分ちょっと弱いから、基礎筋力とか基礎体力とかねだったらすごい、トレーニングとしてめちゃくちゃいいと思うんで、ぜひハワイ来た際は、ハワイ来た時にわざわざ、気分いいでしょ。気分いいっす。そうなのよ。やっぱね、美味しいもんばっか食べちゃうから、たまにはね、こういうとこ来てやるのがいいかなと思います。定番のアサヒグリルです。とりあえずハワイ来てまだ、まあ、1週間経ってないか、アサヒグリル来てなかった。見て、おベイちゃん、おベイビーがご飯食べてる。生姜たっぷり入れて、見て食べてる。本当に美味しいって。うん、醤油入れて、スープも食べてるの。ちょっと、うん、おいしい、おいしい、めちゃおいしい。最高。朝日グリルに来ました。わかる。 YouTuber 2人いるんで、はい、うん、やみ、めちゃくちゃうまい。やっぱね、うん、ペイちゃんどう？ペイちゃんご飯しか食べてない。やっぱね、もうド定番だけど、やっぱね、定番っておいしいのよ。イエーイ。こっち側、うるさいな。イエーイ。なんで今日の一日のプランが、アラモアナ行って、これベイちゃんが開けたんだよ。で、
ココヘッド行って、で、朝日グリです。で、基本僕らはもう家で自炊ばっかしてるんで、外食行くときはこうやってなかなかね、自分で作れないものを食べるように多分今後なると思うので、まあちょいちょいいろいろで、結構住んでるところはね、ローカルな場所だから、なんかローカルなとこの発信とかもちょっと今後していこうと思って、ぜひ、ハワイの動画と、まあ基本的にはフィットネスとかフィジカル系メインの動画が上がってくるんで、それがハワイ版みたいな感じになるんで、ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、今日は一日ありがとうございました。バイバイ、みーちゃん、バイバイ。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。イエーイ。